まあ、97万件が受給者にですね、間違った他人の情報が送られてたという問題で、やはりちょっと気になりますのは、まあ、政府の方がですね、実害はないです、ないですというのを強調されておられましたけれども、まあ、相当心配される方がですね、年金事務所に駆けつけて、相当な混乱を呼んでるじゃないですか。そしておそらくですね、振り込め詐欺、まあ、あってはならないんですけれども、そういう詐欺も今後出てくる可能性もあるし、そして未だにまあ原因が分かっていないと、実害が本当にないのかどうかっていうのはまだはっきりしてないというふうに思います。で、これは個人情報保護法で独立行政法人等の保有する個人情報保護の法律ありますけれども、そこの7条のですね、この個人情報の漏洩ということに年金機構は当たるというふうに考えておりますので、重大な事案としてですね、取り組んでいただきたい。今日は所管の総務省と、あと PPP ですね、個人情報保護委員会も来ていただいて、これは受けた業者の方ですね、これサンメッセという大垣市にある、事業者でございますが、まあ350万件を受注をして、まあ、幸いまだ発送が97万件で発覚したんで、後の発送は止めたということなんですが、また同じ業者にですね、残る250万件を お願いをしているということなんで、一体こういうところにまたさらに仕事を頼んでお金も払っていくというふうに、非常に日本年金機構、過去もですね、中国への個人情報流出疑惑ありましたけれども、あの時も業者に発覚した後もお金払っちゃってですね、すごく甘いわけでございますので、まあ、そういうあり方についても正さなければ、まあ、いけないというふうに思っております。で、あとはまあ処分をどういうふうにするのかということもありますが、まあ、今はその原因がですね、一体どういうところにあるのか、でチェックをしていたというふうには聞いてるんですけども、やはり向こうから業者からですね、郵送する50から100のサンプルをもらって、それが合ってるかどうかをチェックすると、これだけだったと。本当はその印刷しているさなかですね、途中のものを引き抜いて本当に合ってるかどうかチェックしないといけないと思いますけれども、非常にチェック体制が甘かったんじゃないか、この安全確保の措置という個人情報保護法の第7条に反している可能性がありますので、これ皆さんもですね、自宅に届く、行政から届く文章が別人のが書いてあったと、間違ってたと、こういう経験というのはおそらくないと思いますので、非常に重大なことだというふうに自覚をしていただいて取り組んでいただきたい。この年金のですね、受給額のみならず、別の方のですね、銀行口座の支店までこれも通知してしまったと。別の方のものをですね、基礎年金番号はもとより、介護保険料の金額もですね、通知してしまっていると。個人住民税の税額もお知らせしてしまっていると、まあ、いうことで、それがどういうふうにですね、影響を及ぼしていくのか、まあ、実害がないという一言で、実害がないという言い方は記憶にないんですけども、多分私が聞いている限りですと、例えばその個人情報の流出により被害は出ているのかというような質問があったと思います。で、それに対しては、今回の基礎年金番号等については、誰の番号かは他人には分からない状況ですので、まあ、そういうこともあって、そういった個人情報が漏れたことによる被害があったというような報告は今のところ聞いておりませんと、まあ、そういう形で、機構の方から答えていたと。反論するのも恐縮なんですけども、例えば今まで十何万円、2ヶ月でですね、例えば20万円入ってた方が突然10万円ってなったらですね、それ被害じゃないですかね、その時点で。そうですね、ただ当然振り込みは正しい金額が振り込まれるかもしれないです、はい、相当なご迷惑、いろいろ後見人の方にもですね、何十通も送られるわけですよね。ですから、その被害がないとか実害がないという言い方が繰り返されるのが気になると、はい、どういうその入札発注をしてたのか、それから契約がどうなっているのか、で損害賠償ですよね、当然ね、これ相当な国も覚悟しなきゃいけないと思うんですけど、まずは基礎データを出していただけませんか。どういう発注の仕方をしているのか、この事業者は過去いつからこの業務をやっているのか、そしてその受託契約金額はいくらなのか、そこを今分かる範囲で結構ですから、教えていただいてよろしいですか。ちょっとそれぞれについて何かこう私の方で把握しているものというのはなく、お答えできるのもないんですけども、まあ、契約の当事者自体はですね、日本年金機構とこの業者になりますので、今おっしゃられたようなデータであるとか、そういった諸々についてはちょっと年金機構の方に確認をさせていただきます。そんな基礎的なこともこの発覚後もう1日経ってて頭に入ってないということはチェックできないじゃないですか。私もね、
朝これ聞いて、そして今日ここに来てるんですけど、まずざっとこの概要を頭の中に入れますよ、長妻さんみたいにね。後ろの方でいいですか、ちょっと教えてください。もう解散するんで、このままうやむやになっちゃう話ではできないんでですね、我々もこの事案を機構からですね報告を受けて、まずはその誤って届いた方に対して、どのようにしてですね不安を解消していくのかということ、そういったことをですね直ちにこうやり取りしながら詰めていたところでございまして、こう新しく年金振込通知書を再作成して、まあ、こう印刷代がかかって、発送代がかかって、その後お詫び状を発送するのにまた印刷代と発送料がかかって、それに返信用封筒をつけてますから、封筒受取人払いで、まあ、かなりの金額がこれだけでもかかると、まあ、それ以外にコールセンターの問い合わせだとかもやってるのかも分かんないんですけども、まあ、相当なこれに伴っての負担が、費用負担が発生すると思うんですけど、これは最終的には誰が負担することになるんですか。いろいろ考え方あると思いますが、当座は当然、年金機構の方で、用意するしかないと思っておりますが、ただ今回の事案を検証していく中で、まあ、どこに責任があって、どういう原因があって責任があってということを見ていく中で、例えばその業者に対して、何らか措置を取るとかというのはあり得るかもしれませんが、ただまずは早くお詫び状なり、正しい通知書を送らないといけないと思ってますので、そこは、それを最優先に今対応しているということです。その、まあ、業者からどれぐらい負担を、ね、最終的に求められるのかってありますけども、年金機構にも負担が発生する可能性もあるわけですよね。その年金機構が負担する際の財源というのはどこから出てくるんですか。すいません、ここでどの財源というのを確実にお答えできないんですけども、選択肢として我々一般的に考えているのは、その保険料財源なのか、一般財源なのかという話だと思っております。ただ今回の事案に対してであるとか、日本年金機構に、まあ、責任があった場合の対応であるとか、100% 業者に責任があったんだよという場合であるとか、そういった場合にどういった対応ができるのかというのは、すいません、今のこのところでは、お答えできないです。すいません。つまり国民の税金か、はい、我々の年金の中からかどっちかだ、まあ、誠実にお答えいただいてありがとうございます。私ね、さっき私が質問したようなことも、大臣が指示してないこと自体を、あ、やっぱり軽量大臣で腰掛けみたいにしてやってんだなって思うんですよ。普通はね、それぐらいのことは全体像を調べろって指示しますよ、これほど大きなことなんでね。そのこと、まあ、あなたには気の毒だけど、上司に恵まれなかったっていうふうに、そういうふうに私だったら思いますね。ありがとうございます。これちょっと釘を刺しておきたいんですが、これ保険料はやめてくださいね、使うのは。ちゃんと責任取ってもらって、業者とかにも含めてですね。それはもう本当、それははっきりさせておいた方がいいと思います。保険料をこれに使うっていうのは、国民は全く理解できないと思いますので、それはダメだというのはですね、この場で出てるというのは、しっかりと上にも伝えておいていただきたいと思います。それでちょっとこの事前にですね、契約書を出していただくということになってたと思うんですが、なぜその契約書も持ってこないし、350万件発注した発注額も出さないっていうのは、事務的な行き違いもあったかもしれませんし、あとやはりそれ年金機構でないとわからないもの、あるいは持ってないのっていうのもあります。なんで年金機構来てないんですか。すみません、私そこもちょっと事務的にいろいろあったのかもしれないんですけども、出席要求自体が厚労省云々となっていたので、私たちで出ていると。年金機構に直接私が今日野党ヒアリングするんで一時に出てくださいと了解いただいてるんですが、誰かストップはあったの。いや、そういう話を私の方では聞いておりませんでしたので、これは本当に申し訳なかったと言うしかないと思うんですけども、まあ、事務的な行き違いなりがあったのかなとは思いますが。で、厚労省にもお伺いしますが、これ損害賠償請求の検討はするわけですね。まずはその原因究明をきちんとして。全体像も見えてなくて、どうやって原因究明やりますか。あれどんなシステムでこれやってるんですか。コンピューターシステムはもうブロックチェーンですか、クラウドですか。すみません、詳細について今私から答えられないところなんですけども、すいません、どうしか答えられない。それでどうやって原因究明できます。結局その昔はね、サーバー型の漏れ漏れのそのドアがいっぱいあるところでやってたから、それやめてくださいって言ったんですよ。で、長妻さん厚労大臣で、僕は総務大臣の時に消えた年金の問題で総務省からあれ何年にわたって出しましたね、行政評価局だっけ。ね、7、8年やりましたよね。後でやらせていただきました。ですよね、はい、だから
これね、また同じことを繰り返してると思わざるを得ないんで、ぜひちょっと総務省の次官はじめみんなに言っといてほしいのは、まず外からの評価、また同じことやらされますよ。それから今回の個人情報がどうやって漏れたのかの原因究明はこちらでやるんじゃなくてそちらでもやってほしい。そして入札もしっかりと見ていただきたい。どういう状況でこういうチェックができないで被害が発生したのか、ぜひ総務省としても、ね、行政評価局の機能を生かして、やってください。お願いします。すいません、補足をさせていただきますと、データをなんかシステムで保存していて、それが流出したというよりもですね、印刷をするときに別の人の印刷が表と裏でくっついちゃったっていうような事案でございまして、表面に受給者の方の宛名を印刷しますと、で裏面に基礎年金番号、年金額等を印刷します。でそれぞれ別に印刷した上で、くっつけるという作業をしておりました。で、これが今 まさにその調査中で詳細をけんあのけん、調査しているということなんですけども、例えばその例えば、これ正確じゃなくてイメージで申し上げますが、A さんと B さんのものを、2人ずつ、例えば印刷していきますというようなことをイメージしていただくと、左に A さん、右に B さんのものを印刷、表は印刷しました。で裏はですね、B さん、A さんの順番で印刷をして、この真ん中のところでパタンと合わせると、A さんの裏には A さん、B さんの裏には B さんのものが来るんですけども、A さん、B さんが表で、裏も A さん、B さんでやってしまって、真ん中の線でパタンとくっつけると、A さんの裏に B さんの、B さんの裏に A さんのが来るというような誤りだったんじゃないかというふうに今報告は受けております。ただその詳細、あるいはそういったこと、ある意味単純なミスですので、なぜそういったことがチェックで防止できないのかっていうのが本当にあります。そこを本当に真剣に検証してくれという話でございます。これ3メッセにですね、残りの250万件ですよね。これをまた頼んじゃうわけですか。そのように聞いております。これと代金も払うんですか。代金の払い方はどのような契約になっているかちょっと詳細把握しておらないんですけども、あるとすればその出来高払いという払い方と先に払う概算払いという払い方があると思います。で仮にこれが出来高払いであればきちんと届いたねというのが分かった上で払うということになると思いますが、すいません、それはどちらかというのをここで私、確認できないので、ね、旧社という他の業者もあるのに原因が分からないのにまた同じところにですね、仕事やってもらうというのもちょっと解せないんですけども、これ結局そのチェックが甘かったっていうお話ですけども、やっぱり発注者側もチェックしないといけないと思うんですよね。年金機構もどんなチェックしてたんですか。そうですね、そこも大まかにまずヒアリングというか聞いているところでは、実際の印刷を始める前の時点のサンプルの、ものを作らせて、それを検査してで、ちゃんとできているね、じゃあ印刷開始していいよみたいな、そういう事前のサンプルチェックをしていると。事前に50か70から100件ですね、ちょっと出してくれということで、それは正しいのを出すに決まってるんじゃないですか。100件ですから全部見ながらチェックして出すんで、そうじゃなくてその印刷の直前ですね、シールで貼り付ける前にそこで引き抜いてサンプルチェックするというのが普通常識なんですよ、発注者側の。ですからそういうところが非常に不備だったという点を反省していただきたいのと、あとはここのところに書いてあるマスコミへのプレスリリースですけども、誤ってお知らせした内容でこれ抜けてますよ。誤ってお知らせした内容はこれに加えて他人の介護保険料額、それと他人の個人住民税額、
他人の所得税額、この3つも誤ってお知らせしたということもちゃんと隠さずにやっぱり言わないと、初め私に対する説明もそれを言わずにですねおっしゃっていただいてたんで、全部オープンにした方がいいと思いますんで、一言だけ、つまり今回の生じた損害ですね、いろいろもう一回送り直すとか、その損害で生じたことを国民の年金保険料を使ってしまうと、まあ少額ではあっても国民の年金が減るということに、まあ将来的になるわけですから、その上は絶対許されないと思うんですよね。日本年金機構なり委託業者のミスを、なんで国民の年金額を受給額を減らして補わねばならないのか。だから2点お約束を厚労省にはお願いしたいのは、絶対に保険料は使わない、今回のミスのによって年金の受給額を下げないということと、ついてはこの業者に損害賠償請求をすると、この2点を約束していただけませんか。まあ、はい、いかがでしょうか。申し訳ございません、なかなかそれをここで約束しますというのも難しくて、まだやはり念のため確認しておきたいんですけども、なんか歯切れが悪いので、いや年金機構の側にもいろんなミスがあるのかななんて思ってしまうんですけども、サンプルチェックは正しくやられたというのは確認されてるんですか。もちろん報告、年金機構からの報告ではサンプルチェックは正しくされていたということを確認はしていると言っております。ただその我々あるいは皆さんもそう感じておられると思うんですけども、そのチェックの仕方が本当に十分だったのかどうかっていうのはあると思いますので、その今の機構の中でこういうふうなやり方でチェックをしますというやり方ではちゃんとやってましたというのであれば、まずやり方が正しかったのかということになると思います。そこもちゃんと検証しなさいと、そういうことでございます。はい、聞くんですが、まあ、10年ぐらい前だとね、だいたい役所からこういう会社に天下りさんが行かれててですね、随意契約だとか、もうそれこそ長妻さんと一緒に随意契約、一般競争入札しない、天下り補助金、これ一体だったんです。まさかこの会社におられませんよね、厚労省の方、年金機構の方、すいません、申し訳ないですけども今それを答えできることの手元にあれ持ち合わせておりません。はい、おかしいのは、これも事前に今日1時に回答するようにというふうに申し上げてるんですけども、そんなもんすぐ分かる話なんでですね、少なくとも役員にはいないんですか。先生おっしゃるように、その1時にという話は、まあ、いろいろ行き違いがあったのかもしれませんし、それはもうお詫び申し上げるしかないと思っております。その上で、その役員だけでもということで申し上げましても、すみません、今、私の方に手元にお答えできるものはございません。そしたらちょっと宿題でですね、これ、まあ、もう今週といっても、明日が金曜日なんで、もう解散も間近なんで、明日中にですね、明日の早い時間に、その契約書ですね、この、今回の件、350万件をサンメッセと契約して、そこで個人情報保護法についてはどういう規定があるのかも知りたいので、契約書のすべてをいただきたい。これ情報公開法でも出すものであります。それと、先ほどのですね、サンプルチェックの話ですね、宮本さんからもありました。別にサンプルチェックの仕組み自体が緩かった云々っていうのは、これ後の話ですが、じゃあ今の機構のですね、サンプルチェックの現行の仕組みの中でも本当にやられたのかどうか、そのサンプルチェックの報告書、こういうふうにサンプルチェックをしたという報告書、これをですね、問題なかったという報告書が作られていると思いますので、それをいただきたいのと、あとはこれ厚労省の見解としてですね、年金保険料からこの事後処理の再送付などのお金は出すのか出さないのか、この見解をですね、出さないでいただきたいと我々は思ってるんですが、それとあと損害賠償について業者に対するですね、それと残りの250万件もこのサンメッセに追加発注というか、まあ今までの契約を解除せずに仕事をお願いをするのか否か、まあ、これについて文書で回答を明日の早い時期にしていただければ、この年金の積立金の運用をしております GPIF が全体で資産全体で昨年の末で 186.2 兆円のその資産を運用をいたしております。
で、まあ、この資産につきましては全体その株式や債券にまあ、基本ポートフォリオということでその保有割合を定め、ま、基本方針として定めまして、まあ、それに基づいて運用しているということでございますけれども、まあ、そういう中での、その、まあ、ご指摘の、中国恒大の関係のですね、株式および債券の保有額でございますけれども、こちらはこの GPIF の、公表している各保有銘柄のデータに基づきますと、まあ、約100億弱、まあ、債券で、約59億円それから株式で、まあ、約38億円ということで、合計、約97億弱という今保有状況になってございます。中国についてですね、投資も含めて同盟国との間でいろんな取り決めもあると思うんですけども、さまざまな株式を保有するとか投資をするといったことについて、外務省やいろんなところとも調整してますか？もう関係ない。この、GPIF の、その運用につきましては、まあ、あくまでその、まあ、被保険者の、まあ、利益のためにですね、長期的な、まあ、観点から、まあ、安全かつ効率的に運用するというのが、まあ、それは分かりますよ、はい、だってそれも僕らもやってたわけだから、はい、散々中国に対してなんだか制限がありますかと。特にそのようなはないということでよろしいですね。はい、はい、ありがとうございました。それでこれで終わらせてもらいますが、我々も少ない情報の中でそちらもそうだと思います。でけどそこは想定されうることについてちょっとヒアリングさせていただきましたので、明日答えられることについてはちゃんとお答えを持っていただ来ていただくように、お願いをして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。2時から衆議院本会議がございますので、遅くとも55分には終わらせていただきます。では原口代行よろしくお願いいたします。ご苦労様です。昨日引き続きありがとうございます。で結局どういうチェックがなされていたのか、今日は日本年金機構からも来ていただいていて、で本当に97万件だけだったのか、他のですね、県の分も300万件以上のものが誤ってたんじゃないか。でチェックの体制と今後について昨日つまびらかにならなかったことがたくさんございますので、今日どうぞよろしくお願いします。私のから以上です。はい、ありがとうございます。それでは厚労部会長長妻さんよろしくお願いします。どうも今日もありがとうございます。やっぱり感じますのはですね、今の自民党の議員あるいは政務三役はこの、まあ、政策っていうのはこれはみんな関心があって携わりたがるんですけども、やっぱり年金機構のこの事務とかですね、そういう具体的なことについてはほとんど関心がないと。まあ、消えた年金問題もちゃんと政治家で今の自民党で取り組んでる人っていうのはほとんどいないと。で日本年金機構についてのまだ途上のですね事務体制、これを関心を持ってウォッチする自民党の国会議員や政務三役もいないということで、まあ、非常にその軽んじ、自民党にとってはこういう事務っていうのは相当軽んじてんじゃないかなというふうに強く思いますが、国民の皆さんにとってはもう本当に一番重要なこと、高邁な政策っていうのも重要ですけれども、やっぱりこういう事務が非常に重要なんで、まあ、自民党の公明党も含めたその政務三役にはですね、ちゃんとこういう問題にも日頃からですね、問題が起こったときにわーっとこう言って取り組むんではなくて、日頃からちゃんと取り組んでいただきたいということも申し上げたいと思います。そしてまあ今原口代行からもありましたけれども、まあ昨日97万件と言ったのがちょっとまた違うようだという話もあったり、あるいはこの業者の方がですねノーチェックでやってたという一部報道もあったり、今日は契約書のコピーとかですね、いろいろな厚労年金機構がチェックした報告書などなどをきちっと提出をいただきたい。そして何か補正予算を作るような盛り込むというような話も聞きまして、我々が昨日申し上げたですね、税金で
リカバリー、再送付などは税金で対応してほしいというのは、これは飲み込んでいただいたという理解でいいのかなどなど、まずこれ97万件以外もあったということですか。まあ、和歌山ということだと思うんですが、そこにつきましてはですね、確かにそういった、ものがあるという部分については認識をしてございます。ただそこがですね、どれぐらいの件数かとか他の県にもあるかどうかについてはですね、現在まさに調査中でございまして、ちょっと昨日の話と全く違うんですが、まあ、この業者がですね、受け負ったのが352万件ですよね、すべてで。でそのうち送付したのは合計何件ですか。そこはですね、そこが業者から聞いておりましたのが97万件というふうに聞いておりましたので、それ以外にその他の県の方がですねあるというところがちょっと私ども把握できておりませんので、今私どもは97万件という認識でございました。97万件以外もあるということですね。すいません、他に送付した件数がということでございます。そこがですね、私ども委託業者からは97万件を発送したということで聞いておりましたので、それ以外にですね、他の他の県の分が発送されてたかどうかについてはですね、現在委託業者にもですね確認をして、どれぐらい出したのかといった部分について調査中ということでございます。これ9社ということで、昨日の業者、今の業者入れて、で他の会社は間違いは絶対ないと言い切れますか。はい、今回の1社を除いて8社につきましてはですね、今回の事象が起こった際に、再度電話で確認させていただきまして、同じような事象はないということを、報告を受けてございます。でこれ昨日申し上げた4点の宿題ですが、それは今日契約書のコピーとか、100サンプルをですね事前に確認した確認書類とか、それはいただけないんですか。はい、すみません、契約書についてはですね、ちょっと相手方もある話でございますので、そちらの確認もした上でですね、出せるべき、ということであれば出したいと思いますので、ちょっともう少しお時間をいただければと思います。それは違いますか。この前にやってる UR のだってですね、UR さんと特定の事業者さんとの出てきてますよ。それを出さないっていうのはどういうことですか。昨日お願いして、その場でお願いしたのを、契約書あるでしょ。そして今お話を聞くと、業者さんが間違いないって言ってるから、間違いないんですっておっしゃってるけど、日本年金機構としてどんなチェックをなさってるんですか。だから今のチェックの原口さんの話で、チェックをした100件のサンプルですね。それで正しかったっていう確認書類、日本年金機構が作った。それもいただけないんですか。はい、すみません、ちょっと確認をさせていただいてですね、またご報告させていただきます。サンプルは、確認してございますので。この場で、昨日この場で、それ宿題でお願いしますというふうに申し上げたんですが、伝わってなかったんですかね。すみません、確認をですね、ちょっとするということで、もう少し時間をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。いや、ということはですよ、ということは、その残りの9社、8社についても、要は申告ベースで大丈夫だって言ってるから大丈夫だと、こういうことですね。すみません、私どもですね、事前に、本番の印刷をする前に、先ほどもお話ししましたけど、サンプルでですね、100件程度を実際に同じ環境で印刷をさせていただいてですね、それを納品をしていただいてます。それは9社分でございます。でその9社分につきまして、すべて、同じその人が、その人の名前、振込金額、金融機関、それをきちっと100件全部、同一人物のデータだということを確認させていただいています。その確認をした上でですね、本番ということで、本番の印刷をしてくださいという指示を出してございますので、そういう意味ではですね、今回も事前の検査ではですね、100件、程度のものは9社とも正しかったというふうに認してございます。ということは、この岐阜県大垣市の会社もですよ、サンプルは正しく出してたってことですか。そういうことです。だったらその300何万件も間違ってるってのは、それどうしてですか。まさに先生おっしゃる通りでございまして、私どもそのサンプルの
印刷物がきちっと正しくできていたのに、なぜその本番の印刷で同じ環境で、やったはずだと私ども思ってるんですが、表はお名前とご住所であると、で、中身の情報欄のところにですね、あのマイナンバー等の印字は あるんですかないんですか。それはございません。あの、ね、基礎年金番号はありございますが、マイナンバーはつけてございます。つけてない。あの、すいません、あの個人情報保護委員会の方に来ていただいているのでですね、教えて、本件 あの個人情報の、まあ、取り違えというか流出についてですね、あの、法律上何か問題があるのかないのかですね、まあ、あると思うんですけど、ちょっとその辺の解釈を今後保護委員会がどういうふうに本件に向き合うのかということを含めてですね、ご教示いただければと思うんですけど。個人保護委員会でございます。厚労省さん等から詳細をいただいておりませんけれども、まあ、一般的なお話申し上げますと、やはりその安全管理措置というところがですね、あの個人情報取扱事業者といたしましては、一般的に今今回のところでは少し関係するのかどうかといったところがあろうかなと思っています。その、取扱事業者というのは年金機構並びに委託業者、どちらもそうだということですね。ですね、あの年金機構様の方はいわゆる独立行政法人等のカテゴリーになりますので、あの私が申し上げたあの事業者の方はですね、本当にその民間事業者である委託先の方でございます。はい、それあちょっと触れるとしたら、条文が何条になるかだけちょっと教えてください。安全管理措置の関係でございますけれども、まあ、現状の個人情報保護法で申し上げますとですね、20条でございます。はい、あの質問通告させていただいたんですが、この4点お答えいただきますが、先ほど長妻さんも言いましたように、やっぱり今回再送付するための費用を国民の年金受給額を減らして後始末をするということは許されないと思うんで、費用がいくらぐらいかかるのか、1枚いくらなのか、それはこの再送付にかかる費用は何で賄うのか、印刷会社が支払うべきではないか、この4点お願いします。すみません、ちょっと厚生労働省年金局給付事業室の安田でございます。まずちょっと補足も兼ねて、あの私の方から、今回 その和歌山の件に関しましてですけども、もともとこ あの業者さんが、先ほども機構の方から説明ありました通り、日にちを分けて発送していくという形を取っていました。で、10月の4日から始めて5日6日7日と順々に発送していく形を取っていた中で、4日と5日の分は発送済みで、6日にそういうお知らせ、お問い合わせが年金事務所にありました。6日については、郵便局に持ち込んでいたものを、ここで止めました。で、この4日5日6日のところがいわゆる3件プラス和歌山でございます。で、和歌山のところが要は郵便局に持ち込んでいたけど止めていたっていう状況です。止まらずに行っちゃったのがあるかもしれないということで、そこがなぜ、行っているのかっていうのをまさに調査中ということで、その4日5日6日、まあ、4日5日で、の3件が97でしたと。で、6日の和歌山は止めていました。なので、まあ、97万件が誤った状態で送られていると考えていたんですけども、和歌山の方から、そういうお問い合わせありましたので、そこを、まあ、全体含めて改めて調査しましょうということで、今日もですね、あの閣議後のところで止めていたという言葉のですね、詳細な、はい、具体の中身を教えていただけますか。誰が誰にどのように郵便局に持ち込むというのは、さまざまな持ち込み方がありますからね、そのさまざまな持ち込み方の中で、どのように止めたのかと、どう止めていたのかということが分からないと、なんかいかにも、ね、責任回避を、私たちは悪くないんですよ、止めてたんですよと、向こうが勝手に出しちゃったんですよ、的ご説明をされるんですけど、それはね、ちょっと通用しないですよ。はい、あのファクトとして4日から順々に送っていました。で、6日の時点で止めましたということを申し上げました。で、発送を止めたという意味は、郵便局に対して郵送しないでくださいと、そういう意味合いで私は申し上げました。これ契約金額はいくらですか、この企業。あの今日の項目について、あの引き続き、はい、
今回の97万件につきまして、契約金額は、これ単価ですけども、4.45 円でございます。これ税抜きでございます。で、郵送料に関しましては、大量の割引とかを使ってございますので、ちょっと正確にはお答えできませんが、大体1件あたり55円になろうかと思います。こちらにつきましては、日本年金機構から郵送代はですね、負担する形になってございます。通常であればですね。そのお金を補うのか。これ単純に言いますとね、55円かける約100万通だったら、約5500万円ですよね。だ例えばこの約5500万円を年金保険料で補うのか、税金か印刷会社に払わせるのか、そこはいかがですか。今回はですね、やはり委託業者が、正しく、契約上履行されてないというふうに考えますと、基本的にはやはり委託業者に負担していただくということを考えてございます。ただ、具体的には今後ですね、委託業者と協議させていただいて、そちらの損害賠償も含めてですね、決定していくというふうに考えてございますので、ちょっと現時点では答えできない。それに関連してですね、その和歌山がちょっと気になるんですけれど、たまたま和歌山が紛れてたのか、それとも他のですね、残りの静岡、岐阜、山形、富山も一緒に紛れて発送してて、和歌山だけじゃなくて静岡、岐阜、山形、富山についてももしかしたら和歌山パターンで一部間違ったものがいった可能性はありますか。はい、まずですね、和歌山以外についてはですね、委託業者の方でまだ郵便局にも差し出しをしていないというふうに確認はしてございますので、基本的にはないと思っております。和歌山の分だけは郵便局に差し出しをして、ギリギリ和歌山の郵便局で止めていただいたということになってございますので、和歌山以外はないかというふうには考えてございますが、昨日もね、ここでこの3件ですね、確認したじゃないですか。で、わざわざリストを出して、福岡だったら福岡のなんとかっていう飯塚だったかな、そういったところの名前があって、それはご努力を感じたとするんですけど、これだけですねって言ったのが翌日にこれだけじゃないっていうのはやっぱりね、不安を与えるのと、それからもうちょっと時間ないんで、昨日の宿題、GPIF は恒大集団に100億投資っていうか債券買ってるということですけど、中国企業全体でどれぐらい買ってるかって昨日ね、聞いたんですけど、いくらですか。例えば、バイデン政権は、中国に対する投資禁止対象を広げてきてますよね。59社かなんか。担当来てない。ちょっと電話でいいですか、教えてください。100億。恒大集団に100億。おそらく紙くずになるんじゃないかって国民の皆さんが心配しておられて、中国企業にその180兆のうちどれぐらい投資してるか、買ってるか、教えてください。再送付に関わる費用は基本的に委託業者になるだろうというお話あったんですけども、その再送付以外にいろんなものをやりますよね。そのお詫び状を発送すると、それで返信用封筒付きで送って、そうやってそれを、間違って送付したものを戻してもらうと、これ、もうかなりの金額がかかると思うんですけど、これはどれぐらいかかると見てるのかということと、それも含めて全部委託業者さんですねと、他からは出ないですねと、その点は確認したいんですが、ご指摘の通りですね、お詫び状の送付、そして返信用封筒を作成していただいて戻していただく郵送料、こういったものもですね、ある意味かかり増しの費用だというふうに考えてございますので、基本的にはやはり業者に負担をしていただくものというふうに考えてございますが、こちらも含めてですね、金額やその原因も含めてまた協議をしていくというふうに考えてございます。サンメッセさんからですね、委託事業者からそこからさらに再委託は行われているいない、どちらですか。はい、印刷の関係で言いますと、サンメッセ、株式会社サンメッセの方で、全てを印刷しているというふうになってございます。再委託の報告はありません。報告はないんですね。いや、これにつきましては確認済み。確認済みです。再委託は絶対にしていない。はい、印刷に関しては印刷に関しては、はい、他は配送がですね、郵便局までに、まで持っていく配送に関しては、運送業者の再委託も、はい、ちょっと確認してございませんが、あり得ると。メインの印刷につきましてはですね、これはサンメッセ本体で、やっていただいてます。
その例えばそのあれですか、情報をそのこう組み合わせていくシステムの設計は三面接がやってるんですか。はい、それも含めてちょっとよく分かんないんですけど、はい、あのサンプルを確認するときには大丈夫でしたよと、ところが本番になったら全部間違えましたと、これはあの契約上ですね、サンプルを印刷するときと同じシステムで印刷しなきゃダメですよという契約にはなっておらなかったということですか。まさにあの そのご指摘につきましてはですね、あの同じ環境で、本番もやるというふうに示してございます。示している、契約上はそうなっている、契約上というか使用書とか委託要領と使用書にちょっとどちらに書いているかちょっと分かります、ちょっと私あの申し上げてみませんが、あのいずれか委託要領使用書、これはあの契約の時に必ずあのつけますので、そちらに書いてございます。それ教えてくれませんか。それで三面接さんは何年このお仕事をなさってるんですか。その三面接が他の受注、これに関してはですね、まあ、スポットといいますか、この10月の定期払いのみの契約でございます。初めて契約をなさったということですか。すいません、あの他にもですね、三面接株式会社は私どもの調達の中でこれが初めてではございません。他にもあるものはありますが、私が申し上げているのは今回の年金振込通知書の印刷配送は三面接さんはこれまで何回なさいましたか。すみません、そこを確認をさせていただきます。あの過去に、あるかどうか、過去に同じ振込通知書の関係で、あるかどうかという部分ですね、そこについてはちょっと確認をさせていただきます。これ、メッセさん、あのこれ入札で決めたんでしょうか、それ聞いてください。はい、あのこちらはですね、入札で、まあ、複数落札方式という形でですね、9社入ってございますが、あの3300万件に対して、できる件数と単価を入れていただいて、単価の低いものからあの決めていくという形で、三面接の方も、落札をしたということです。いいですか。あの、まあ、三面接さん、そういう個人情報を扱っているわけで、そうするとね、その三面接、なんか個人情報を扱うことに対する認証制度があると思うんですけど、それは取ってるんですよね。内容を確認しますが、私どものですね、その入札の要件に、あの、当然入ってございますので、その提出資料をもとにですね、確認をしているというふうに考えております。これですね、あの、まあ、話によれば、この3メッセは、宛名とその裏にある年金記録情報が本人のものであるという確認作業をチェックをそもそもチェック項目に入れてなかったんではないかという話もあるんですが、そこはチェック項目に入ってたけれどこういうミスが起こったのか、そもそも宛名と年金記録のチェックは3メッセはしてなかったのか、そこはいかがですか。すいません、そこまずですね、私どもの委託の使用にはですね、表と私どもの委託使用書にはですね、表と裏にそれぞれシーケンス番号を打って、必ず、表と裏の番号が一致していることという要件をつけてございます。それをきちっと確認するようになっておりますので、その部分について、どんな形でですね、漏れてたのかという部分を現在、原因を究明中でございます。厚労省さん、すいませんがね、昨日原因究明と対策をやるっておっしゃったけど、そのこの三面接さんが何回この仕事をなさってるかもお分かりにならなくて、どうやって原因究明できますか。今回初めてで、初めてミスったのか、それともずっとやってこられて何かの不都合があったのか、これぐらいは知らないと、もう2日経ってますからね。それはわかるでしょ、今までなさってるでしょ。いやいや、調べればって、あなた様がこの原因究明なさってる方じゃないんですか。あの過去にといいますか、あの私ども初めて三面接株式会社が入ったわけではございません。ただちょっと振込通知を過去にやったかどうかについてはすみません、あの現在ちょっと今ちょっと現時点でお答えできないので、調査をさせていただきます。昨日聞いたんですよ、契約はどうなってますかと。で、今回初めて入札でね、入って不慣れでこういうことなさったのか、それともずっとやっておられるのかって、これ原因の最初の入り口じゃないですか。それ全体像をまず見てください。大臣からも指示ないでしょ、ぼーっとしてあのただの大臣だっていう。昨日もね、どれぐらい大臣から指示が来てるのか、さっき長妻さんが言った通り、本当に
ことの重大さが分かってるのかって思いますんで、ぜひ答えられるようにしてください。ちょっとしつこくてすみませんね。再委託は三メッセから外にしていない、外注はどうですか。印刷について外注をかけたか否か。それも三メッセ株式会社本社で、やっているというふうに報告というか提出を受けています。本社でやっている、すみません、大垣ですね、大垣の工場でやっている、工場で、はい、じゃあ その大垣の印刷工場で、350万件ですか、すべての振込通知書を印刷しているということでよろしいですか。申し訳ございません。内容をもう一度確認します。ちょっと間違ったことをお話しできないので、もう一度ちょっと持ち帰らせて確認をさせていただきます。はい、お願いします。では長時間ありがとうございました。特に年金機構さん、わざわざお越しいただいてありがとうございました。終わらせていただきます。ありがとうございます。中国のやつぜひ電話待ってます。はい、はい、総額を